マッピー会長の動画。オス、マッピー会長です。今回はドラゴンボールコラボ2魔人復活階級、こちらをベジータで攻略したと思います。やっぱね、ドラゴンボールのコラボ、ナメック星編はね、ベジータで一応攻略した動画を上げていたと思います。ので、今回コラボ2ということで、魔人ブー編やっていこう。プイプイ、俺倒さなきゃ下にはいけない。はい、こうやってね、実はプイプイと、ベジータ、実際に戦っていて、まあ、ベジータがボコボコにね、ブイブイをしたんで、ブイブイを倒したんですけど、確かね、惑星ズーンだったっけな。惑星ズーンに、なんか、ちょっと待って。これ、気づかなかったけど、これドロップ持つ時間減らされてるやん。なんか惑星ズーンっていうところに変えられて、ステージをね。で、重力は10倍のステージなんですよ。で、ブイブイはそこで育ってきたので、ベジータ不利になるかと思われるんですけども、たかが10倍の重力なの俺には何も感じないっていうね、ベジータ最高のキャラなので、本当にもうね、ベジータ重力室でずっとトレーニングしてきたのでね、それはね、もう全然全くもう効かなくて普通に倒しました。なんか胸に手を当ててエネルギー弾、エネルギー波みたいなのやって倒したんですけど、はい、そんなこと言ってるうちにヤコンが来ましたね。はい、ヤコンはまあ光が大好き、光を食べるんですよね。光を食べる、キャラクターなんですけど、まあ、こいつは悟空にですね、なんだっけな、スーパーサイヤ人になるんですよ、悟空が。で、その悟空の光を食べてスーパーサイヤ人を消してしまうんですよ。でも一瞬だけ悟空がスーパーサイヤ人2っていうさらにね、ちょっと強い形態になって、で、そのあまりにも強大な光をこいつが吸収して自爆したっていう話ですね。はい、バトル3来た、ダーブラ。まあね、こいつは、まあ、ご飯と戦ったんだけども、まあ、そんなね、まあ、実力は正直、まあ、セルぐらい強いです。で、これがね、すごい曖昧なんですよ。パーフェクトセルより強いのか、それとも、なんだっけな、完全体セルよりも強いのかっていうところが曖昧なところなんですけど、ここ、ドラゴンボールでもまだ明かされていないところで、一応ね、ご飯が、戦っていて、その時のご飯はスーパーサイジ2か1か、ここでまず議論が、かもされているというか。で、まあ、原作の表現ではスパークが書いていないので、一応スーパーサイジ2ではなく1であるっていう線がまあ大きいんですけど、ただね、それだとまずご飯っていうのはね、幼少期、少年期に比べて戦闘力が落ちているんですよ。で、なのにそんなセルよりも強い相手になんで戦えてるんだっていう話が生じてしまうので、結構まあその辺は議論が難しいところなんですよね。まあ、私はワンであると考えてるんですけど、ご飯っていうのはね、結構その状況によって戦闘力がコロコロ変わるモンスターじゃないわ、キャラですから、まあその時のご飯はかなりね怒っていたので、戦闘力がまあその分増していたんじゃないかと。まあでもそれでもね、ベジータはすごいイライラしてたんですよ。まあ、ベジータ自身ね、まずバビディの力を得てスーパーサイジン2になれたのか、それとも元からスーパーサイジン2になれてたのか分かりませんけども、ダーブラぐらい俺一人でも片付けられるみたいな感じだったんですよ。って考えると、やっぱスーパーサイジン2にね、なれるっていうのが妥当なんじゃないかと。はい、魔人ブーです。そんなこと言ってる間に魔人ブーが来ました。で、さすがにね、魔人ベジータ、この魔人ブーと戦って、まあ、最初は押していたんですけども、結局やられてしまうんですね。もう不死身ですし、最初はかなり押していたんですよ。ベジータのこのイラストあるじゃないですか。これ、ファイナルインパクトっていう技で、魔人ブーにダメージを与えることができたんですよ。今のは、ちょっと痛かったぞ、へっへっへっ、みたいな感じでさ、一応ダメージを与えられたんだけども、まあ、修復されていると。はい、で、2ウェイ学メールから、さっきからドラゴンボールの話ばっかりして、俺全然あれじゃん、攻略の話してる。あー、間に合わない、俺の体がついていけない。あ、多分耐えれると思うけどさ。あ、ラッキー、ありがとう、クッキーになっちゃいだった、ラッキー。まあこの辺はそんなに、まあ今までね、ここ今までっていうかここまで来たけど、
全然考えるとやってた。あんまり考えずにやってた。はい、来ました。ここのこの場面をもう一つのキャラクターにするっていうのは本当にガンホーさんね、粋なあの取り計らいかなと思いましたね。本当にこのシーンはね結構短いんですけど、ただまあ これどういう状況かっていうと、マジムがサタンとミスターサタンとね、友達になるんですよ。でそしたらあと子犬がいて、ベイっていう、そのベイっていう子犬とも仲良くなったんですけど、でそいつを銃で撃つなんかバカ野郎がいたんですよ。そのバカ野郎を一応サタンが倒したんですよ。そのベイで、そのベイは一応かすかに生きていて、その魔人ブーは再生能力、回復能力を持っているから一応、まあ、その辺で終わるはずだったんですけど、サタンも撃たれたんですよ。でサタンもギリギリ生きてたんですけど、さすがにもう魔人ブー切れて、そしたら逃げろサタン、遠くへバイクしろって言ったんですよね。そしたらさっきのガリガリの部分が出てくるんですよ。つまり魔人ブーの悪の部分で、善の部分と悪の部分が分かれてしまって、さすがにね、本当に前までもう純粋な、もう本当に魔人ブーのね、太っている方は悪の、塊だったんで、まあそう本当に前までそうだったんで、その悪の部分がやっぱり強くて、結局その悪の部分にチョコにされて食べられたんですよ。それで食べられた結果こうなりました、今私が退治しているこの悪ブーですね。でも魔人ブーのね、吸収を抜いたらですね、この悪ブーが一番強いと言われています。あのチビブーが一番強いわけじゃないんです。っていうのもまず、悟空がなんだろう、ちゃんとですね、なんだろう、木を貯めていればチビのブーは倒せるということ、それからあれなんだっけな、この悪夢はですね、悟空でも叶わないって言ってるんですよ。まあ、ゴテンクスであったり、他の、なんだっけな、まあ、アルティメットご飯であったりは、一応倒せるみたいなんですけど、そうですね、ここちょっとファイナルフラッシュやろうか。ファイナルフラッシュ！あ、もう一回ファイナルフラッシュでこれ倒せるんじゃね？ファイナルフラッシュ！あ、倒せた。なんかここ、うん、いい感じじゃん。まあ、本当はベジータだったらね、ボコボコされるんですけど、はい、悪、純粋悪、純粋ブーですね。でこの純粋な悪のこのブーなんですけど、まあ純粋ブーって言います。っていうのもさっきの善のブーと太っているブーとガリガリのブーで、ガリガリのブーを純粋悪っていう、名称で基本的にはドラゴンボールでは位置づけられていますね。でここでは純粋ブーで、この純粋ブーなんですけど、一応、戦闘力自身は、スーパーサイズ3の悟空と一緒なので、ゴテンクスだったり、まあご飯でやったら、純粋は倒せると思います。で、まあまあこの、ベジータなんですけど、まず魔人ベジータと普通のベジータでやったら魔人ベジータの方が強いです。まあやっぱりね、そこは潜在力が解放されていますし、同じスーパーサイジ2でも、あ、ちなみにここ普通のベジータがスーパーサイジ2で時間稼ぎするところがあるんですけど、さすがに、ボコボコにされました。で、まあ、魔人ベジータだったら少しはもうそう思います。でもやっぱりね、デブブーよりもね、太っているブーよりも、この純粋ブーの方が強いんですよね。太っているブーは、スーパーセンス3の悟空だったら本当に本気を出せばもう吹き飛ばせるんですよ。でもこっちは、まあ、こっちも本当にガチで木を貯めれば倒せるんですけど、まあそうですね、戦闘を見る限りはこっちの方が若干強いですね。はい、で一応そのデブブー自身も、時間稼ぎするんですよ。 この純粋ブーと戦って、ただあのデブブーはちょっと弱体化してるデブブーだと思うんですよね。一応純粋悪の、あれが抜けてちょっと弱体化してるんじゃないかなって思いました。はい、多分ですけど、なのでまあ一応そうですね、こっちの方が強いんじゃないかなと思います。まあ、列でいくか。はい、エンハンスとドロキョしたんで、なんかすげえドラゴンボールの話になってる。なんかミスった。でも大丈夫、よっしゃい。ファイナルエクスプロージョン決まった。
あ、地味に今回帰ってきた、左右人ブ、あ、じゃあベジータ、まあ、出てこきませんでしたね。本当にね、あの別に出てこなくてもよかったんですけど、まあ、あの悟空持ってませんし、まあ、こんな感じで、はい、ドラゴンボールコラボ2、まあ、階級、まあ、ちょっとスコアも見ましょうか。あそこは A でした。はい、すいません。というわけで、攻略することができました。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、またな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をまだしていないという方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。マッピー会長でした。またな。